この動画は中国版の情報を元にした内容です。リリース後の仕様と異なる可能性があるのでご了承ください。さあ、いよいよリリースを目前としたクローバーシアター。今まで基礎知識の予習としてクロシアの動画を何本か投稿しているので、まだの人は良ければ見てね。ルブ主は中国版、そして日本で行われたクローズドベータテストの内容を元にしているから、実際リリースされた時の仕様と変わる可能性もあるので、そこは注意してね。そして今回はリセマラについて扱っていくよ。リセマラか、確かにリリースのタイミングは配布席も多いから、ソシャゲのリリース時にはよく見られるある種の伝統よね。最初に断っておくけど、このゲームはリセマラ推奨というわけでもないよ。理由としては以前投稿してる動画で説明してるけど、10連ガチャを4回、つまり40連ガチャをこなすとゲージが溜まります。オーバーというアイテムを使うと10連分のゲージを進めることができます。そのゲージが溜まるとどうなるの？ゲージが溜まったら各変だよ。20組オーディションというモードに入って、10連ガチャ分の消費で20回の10連ガチャを連続で引くことができます。え、何それやばくない？つまり1280キャロットで200連ガチャができるってこと？その通りです。しかも10連ガチャの結果は3回だけ保存することができ、最後に好きな結果を選択可能。200連もしてると中には SSR が複数出てくることもあるので、 SSR も集めやすいよ。しかも結果は3つ保存できるから、最後まで挑戦してもいいわけか。これは独特だけどものすごく良心的なシステムね。そして SSR キャラなら16000個貯まれば高級商店のラインナップのキャラと交換可能です。ガチャでなくてもこちらで狙い撃ちで入手可能なのか。全員ではなさそうだけど、ラインナップも豊富で揃えやすそうね。こちらは意識しなくても月に1、2回分は貯まる感覚です。新規 SSR の入手にもいいし、持っている SSR の星上げに使ってもよし。この精霊石交換で SSR を交換するとガチャをしなくてもキャラを集めることが可能だよ。キャロットは集めやすいのにガチャの仕様も高システム、さらに自動で貯まる精霊石を使って SSR も狙い撃ち可能。これ確かに課金しなくても SSR は入手しやすいわね。と SSR キャラですら入手しやすいゲームなのです。ルブ主は中国版のリリース期、端末の問題で遊べなくてしばらくしてから始めたのよね。それでも SSR キャラはどんどん集まっているから、確かにキャラ入手は良心的なゲームなのよね。キャラの収集についてはそうなんだけど、落とし穴は一つあって、SSR キャラを戦力とする場合、キャラのダブラセによる星上げ作業が必要です。それを考えると戦力とするキャラは今のうちから考えて育成するのがいいと思う。というわけで個人的に思う絶対入手するべき SSR キャラを紹介します。あくまで参考にしてくださいね。一応中国の環境を考慮に入れているけど、ルブ主の主観も混じっていると思うから。日本版のクローズドベータテストの内容を見ると、序盤でガチャ入手できる SSR はご覧の17種類でした。最初は文字だけじゃわからないと思うけど、序盤から結構な数の SSR がいるのね。予備知識がないと迷っちゃうわね。ぶっちゃけ誰を取ってもそこそこ活躍してくれるだろうし、この中で際立って使いやすいキャラも複数いるよ。でも私が狙い撃ちするべきと思うキャラはシロ、ベヒ、イクイの3人。時点でカフェやでもいいと思う。そこまで絞っちゃうの？まだまだ強力なキャラもいるでしょ。理由は後々まで使える戦力として選出してるからね。このゲーム新キャラがこれからどんどん出てくるから序盤の環境は変わると思う。 SSR はどうせ育成に難があるので、戦力で使うキャラは後々まで使える子がいいかなと。その3人、中国版の PVP のランキングでもイバナに採用率が高いからね。メインステージの攻略は育成のしやすい SR キャラをメインに置いて、将来的なことを考えてこれらの SSR をゆっくり育成しろってことか。てか SR キャラもめっちゃ強い子多いからね。まあその話はまたにするけど、そういうことです。 SSR キャラはコンプ目的で入手、そのうち将来的な戦力として考えるキャラを今のうちからゆっくり目をかけて育てようという理由でこのメンバーをおすすめします。リセマラをしない人でもこのゲームは20連オーディションシステムがあるからね。20連もしておけばそのうち誰か出るかもしれないから、出たら優先してお迎えしてみてね。それでリセマラの流れだけど、このゲームリセマラもしやすいと思う。キャラの入手はしやすいからリセマラ推奨というわけでもないけど、
目当てがすり抜けた時には今から説明する方法で簡単にリセマラできるよ。チュートリアルも短いし、ガチャでつまずいた人でリセマラを考えていない人もよければ頭に入れておいてね。へえ、ってことはガチャ機能開放までの道のりは短いってことか。それは時間の短縮になって嬉しいわね。それもあるけど、このゲームサーバーが4種類あるんだよね。ログイン時に違うサーバーを選択するとそのサーバーで新規に遊べるよ。それじゃあ4つのサーバーを潰すまではいちいちアンインストールしてインストールし直す必要がないってこと？日本版で仕様が変わらなければその通りです。なのでリセマラを考えてない人もリセマラがやりやすいので試してみるのもあり。またガチャ機能解放は 1-1-2 クリア後、要するに2つステージをクリアすればガチャができます。チュートリアルだから当然シナリオも入ると思うけど、ガチャまでの時間は短そうね。とりあえず4回は簡単にリセマラできるってことか。まあそんな感じなので、サーバーを変えつつ手軽にリセマラ可能です。よければ試してみてね。じゃあ私が最初におすすめする SSR キャラの強さの理由を説明します。いつも PVP でボコボコにされているからでしょ。このメンツ中国版の玄関境でもよく見るメンバーだし。そうそう、次々に実装されるキャラとの生存競争に勝ち残っているキャラだから、未だに使われてるだけあってやっぱり強いと感じるんだよね。へえ、例えばどういうところ？白自身の強さは感じないけど、耐久値は高めだから生き残りやすい。しかも自身の耐久に応じた回復をしてくれるヒーラーだからね。味方にはデバフ解除、さらに威力の高い回復、敵にはバフを解除。白がいるとチーム全体の生存性が目に見えて上がるんだよね。特にやられやすい前衛が生き残ることで戦いの流れも変わるよ。この前編成の基本を紹介した動画を投稿したけど、ぜひは前衛に必須な守備系のキャラなんだよね。当然耐久力が高い。後衛に配置するキャラは打たれ弱いポジションになっていくけど、ぜひが守ってくれるよ。特に序盤ではメインステージの攻略でも育成不足で手詰まることが多いけど、守備系のキャラを配置すればびっくりするくらい硬くなる。そんな守備系でトップクラスのぜひも後々まで使える強いキャラです。翡翠も中国版の PVP でよく見かける SSR キャラ。理由としては妨害系、敵のスピードを減速させたり気絶効果を付与します。味方のデバフも解除してくれるのでピンチの時の一発逆転も可能。性能的には PVP 向けなので高難易度ステージなど PVE では白やベヒの方が使いやすい印象。それでも強力なキャラなので PVP で桜旋風を好む人におすすめです。カフェは高火力な全体攻撃が可能となっているキャラなのでアタッカーとして運用可能。敵全体を攻撃した上、速度も下げるので序盤ではかなり重宝します。ただカズヤの代わりになるキャラもいるんだよね。全体攻撃可能なキャラでは SR のサンドビがいるけど、 SR だけあって育成も容易。っていうか中国版の PVP ではカズヤよりサンドビを採用されている編成をよく見ます。さらに SSR の全体攻撃タイプで石化能力持ちのリリーがそのうち登場すると思います。役割的にリリーの方が評価は高いからな。カズヤは性能は低くないけど、育成の優先順位的に他の SSR に絞る方がいいと思いました。今回の内容、あくまで将来的なことを考えて選出したので勘違いしないように注意してね。そりゃ他にも強くておすすめな SSR はまだまだいるから、その子たちが弱いわけじゃないからね。今回紹介したキャラは将来的にも使い続けられる可能性が高いってことだもんね。日本版での使用は不明だけど、お迎えしておいて損はないと思います。ぜひともガチャの参考にしてください。というわけで、今回はここまでになります。ご視聴いただき、ありがとうございました。
チベーション、チャンネル登録お願いします。